本当の文句は俺に言えて CM でバンバン流れていた、はい、本当に言いたかったですよ。ステイヒエンですね。ほぼ発展するのは違いないと思いますので、彦摩呂さんから書き上げた、おめでとう。運はプレミアなんですね。プレミア、はいはい、プレミア、うわ、なんか女神が出てきたよ。プレゼントじゃないね、プレゼント出してもらいました、彦摩呂さん。やったね、これで、ほら、やっぱり僕に運があるってことやな、はい、そういうことです、もう取りましたから。これ時間的にもし同じ競り合いだったら彦摩呂さんの方がわずか 数秒早く当たりを引きましたからね。あ、もう1分さあ、ダメだった。さあ、さあ右打ちをして、はい、右打ちをこれからどこに入るの、右打ちって、このあ、そうか、はい、OK、OK。さあ発展しますか。まあ発展するでしょう、DJ ラインね、用意すると思いますね。あー、降りたー。さあ、これはいい戦いになります。浜翔、浜翔ちゃんまだ1回しか負けない。どうしましょう、彦摩呂さんの方が今攻撃の方選びましたね。はい、早瀬が投げますんで、あれ北斗百裂拳今出たんじゃない、ダメだったかな、浜翔ちゃん、この後ですね、彦摩呂さんの方は14ラウンドの方にエクストラボーナスなんで、うわ、14ラウンドに跳ね上がったということで、はい、14ラウンド分の出名前られるボーナスです。で、彦摩呂さんの方はカットインが何が出るかですね。あと、この後、この後、はい、これです、ボタン押して、うわー、キリンガラ、はい、キリンガラ、くーい、どんどん帰ってください。大当たりです、勝負ちゃん、お願いします。大当たり、浜翔ちゃんも2できた。同じですけども、まだラウンド数が違う、まだ。はい、まだ分からないですね、今のところは。今の段階だと何ラウンドなの？基本的には4ラウンドになる。ああ、4ラウンドしかないの、はい、浜翔ちゃん。はい。彦摩呂さんはね、はい、4ラウンドで引いたんだけど、14ラウンドになったのね。はい。だから、これで。追いつきました。やった。悔しい。お、なんか、彦摩呂さんの方に、真ん中3、2と、カウントダウンか。カウントダウンか。1と来て、どうなるんでしょう。お、金子部屋坂が出てきて、はい、大当たりしますね。はい、下、はい、当たって、もう当たってる、もう出てるよ。あー、おめでとうございます。やりました。これ3ラウンドカードって何ラウンドまだ分かんないですか。これはもう、15だと思いますね。15いっちゃう、はい、15いっちゃうかな。15いっちゃうね。すごい、これ甘ねぎ、これ、挟んでいきます。これ甘ねぎです、ニューバッテリー。はい、ビッグボーダーですね。うわー、もうね、浜翔ちゃん、はい、彦摩呂さんはですね、はい、44ラウンドいっちゃってる。すごい、ちょっと倍ぐらい。今日はですね、一度も見習い来る、一言も喋っておりません。本当だー。この一本、ギャラ泥棒と言ってもいいんじゃないでしょうか。さあ、23ラウンド、はい、44ラウンド、あ、浜翔さんの方も当たり、あー、当たり、浜翔も当たり決まった。この調子でということで、これは浜翔はなった、これも4ラウンド、まあ、青地柄ですんで、まあ、ミドルボーナス出れば多分4ラウンドですね、はい、さあ、何のボーナス出るかな。右打ちでお願いします、お二方。はい、はい、ミドルです。ミドル、これはん、あれ、抱きしめ合ってるけども、はい、ミドルですね。ミドルボーナス、ミドルボーナス、今までで一番いい対決じゃないですか、これ。いい勝負で注目、はい、この試練の儀というのが SP になります。試練の儀が突入。さあ、4回目、右打ちですね。右の方ね、右思いっきりね。で、このミッションをクリアすれば大当たりです。あれ、待ってた。これで1回転、はい、1回転、はい、彦摩呂さんも試練の身突入。当たった、当たった。あー、お互い当たった、1回転目から彦摩呂さん来てんじゃないですか、これ。これ。あ、いや、あ、どうだ、割れるか、あ、割れない、はい、さあ、これは右打ち、右打ち、浜翔さんの方、今浜翔ちゃん、右打ち、金扉が出てます、はい、全部金だったので今、はい、終わったですね。終わった、来たー、浜翔ちゃん来たー、はい、来ました。15ラウンド、15ラウンド、
浜翔は何ラウンドですか。ビッグボーナス、これは14で15ですね。あの右打ちの15ラウンド。はい、来たよ。あ、来た。彦摩呂さんも来ました。吉井さん、これもうあのこれで興奮して14ラウンド15ラウンド出てるので、視聴者の方忘れてると思いますけども、はい、これはあのあくまでも注目しましょう。さあ、赤ですね。あ、赤いのカットインから、あ、赤いショット。あ、左上行った。赤ですね。赤いったよ。赤いった。これは開けばいいの。あ、来ました。達成出た。ちゅうことはこれも終わりです。あ、逆転。逆転。逆転。悔しい。来た。逆転してました。うわ、すごい。待ってました。わずか2ラウンドですけども逆転しました。いやー、彦摩呂さん、これは強い相手ですよ、今日。ちょっと悔しいな、逆転なんて。さあ、彦摩呂さん、この匂いはということで。いました。当たったー。意地を見せたぞ。さあ、意地を見せて、これ4ラウンドですか、ミドルボーナスかな。基本的にミドルだと思います。基本的にミドルボーナス。彦摩呂さん2ラウンドリード。いい試合。イエーイ。さっき浜翔ちゃん2ラウンドリードしましたけど、今度は彦摩呂さん2ラウンドリード。やったー。これは時間を止めた時の運ですかね。浜翔ちゃんにも何か敵が現れたらいいよね。それね。あ、7だ、7だよ、7。お願いします、7。さあ、彦摩呂さんのルールってどこに行った？赤に行った。はい、浜翔ちゃんの方に、これはエリカミッションですので、この先ほどのようにあのヒエンが出てくれば、大当たりです。彦摩呂さんは終わってしまった。はい、そうですね。ここに誰がいればよかったんでしょう、その浜翔ちゃんの画面に。これはですね、あとにヒエンという、ヒエンが、はい、助けに来ればいいの。そうです、これ このおじちゃん、はい、おじちゃんなんですね、はい、ボタン押して。はい、ここには青ですね。お願い、来るか。当たりました。あった。しかも7ですので15ラウンドです。あ、15。はい、15ラウンド逆転。すごい、来た。おじちゃん61ラウンド。ありがとう。61ラウンド48。悔しい。でも差がついちゃったぞ、これ。